コスタリカの石球コスタリカ国立博物館における展示コスタリカの石球とは1930年代の初めコスタリカの密林で発見された石の球体である。現在までに200個以上が発見されている。石球を含むポーコ遺跡4カ所はティキスの石球のある先コロンブスキ市長制集落群の名で世界遺産リストに登録されている。 スペイン語でラスボラスグランです。石球のほとんどはタラマンカ山地のふもとに散する加工戦力岩が原料であるが貝殻石灰岩製のものも少数存在する。大きさは直径2センチメートルの小さなものから直径2メートルを超える大きなものまでと様々である。最大級の石球は重量にして約25トンである。現在、 石球の持ち出しや売買は現地の法律で禁じられている。石球の正確な製作年代やその目的は不明である。発見時に周囲に存在していた以降の年代より推定して西暦300から800年にこの地で栄えたティキス石器文化が有力視されている。コスタリカの石球誤差数ミリメートルのほぼまだまであるとする主張もあるが、 単なる創作であるとする説もある。直径が箇所によっては約5センチメートル以上異なる球体もあり、また最大級の球体に関しても、後の焼き肌の際の加熱によって熱せられた表面がかなり崩れているので、本来の形状がどれほどまだ間に近かったかはすでに計測不能である。一方で表面の状態が良好なものも多く発見されており、 南山広志やハニアヤラが表した書籍において、米ハーバード大学研究院のサミュエル・ロスラップ博士によって、様々な角度から演習や直径を測っても、最大誤差が0.2%のものや、直径が2.0066メートルとミリ以下の単位まで全く同じ大きさの2個の石球も見つかっているという研究報告があると紹介されている。石球の配置には、 規則性があり、星座など天体を模しているという説もあったが、石球が持ち出されたり、黄金が詰まっているという噂が流れて石球が破壊されたりしたため、今では正確な配置はわからなくなってしまった。ただ、近年の調査で球体の表面に彫刻が残っているものもあり、掘られた線が星座の図形を表しているという説が提唱されている。球体への加工は、 石符や石像を製作した場合と同様に、まず加熱と冷却を交互に繰り返して徐々に表面を崩していき、球体に近づいたところで同種の硬い石で表面を何度も叩いて成形し、最後に磨き上げたものと考えられている。日本テレビの特命リサーチ二百 x ツー二千三年三月九日、放送番組での検証で、日本の石材加工業者に依頼して、 当時使われたと思われる方法を用いたところ、時間さえかければまだまに限りなく近い石球を手作業で製作できることが実証された。よって、現代でも石を魔球体に加工するのは不可能や困難であるとする書籍等の記述は誤りである。ありがとうございます。